粗品です。せいやです。せいやさんのサッカー部、何でしたっけ、激ムズポジションベスト4、せいやが思う、激ムズポジション、これがちょっと昨日に入りきらなかったので、ちょっとまたぎまして、熱くなってしまいました。今回後編でございます。よりリアルに人間性を描いていくんだ、はい、第2位と第1位の発表ですね、はい、本当のプロじゃない素人の最下層のサッカー部員として言わせていただきます。じゃあお願いします。はい、第2位、まあ、これ同じような感じです。ボランチ、あ、違うよ、トップ下とボランチで違います、全然違います。ボランチはどっちかって言ったら、まあディフェンス側も、うん、しないといけない。だボランチはめちゃくちゃ心臓って言われてますね。めっちゃ走んねん、ポジションの、まあそうですね、右サイドハーフとか、うん、ウィングとかの方が走るんですけど、うん、まあ、ボランチ、遠藤選手とか、まあ、名ボランチがいるチームはまあ強いですね。心臓、まあ、ここが要はまあ心臓とかハンドルに例えられんねんけど、まあこの右左のパスコースを変えたりとか、はい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 、でこのバックから中盤、そして前線へまず攻めていくための、うん、まあ何やろうな、かなりこう管理職的な全てをこう運営するような大事なとこっていうのはプロで見てたらめっちゃ分かりやすいんですけど、うん、この自分がグラウンドに立って見てたあの芝生、はいはい、綺麗な長いスタジアムとか見てるあんなんじゃないです、学校のグラウンド、ほんで意外とこれぐらいの距離にできます。マジでな、めテレビで見てるめっちゃ近いです。めっちゃ横おるやん、めっちゃいます、常にマークされてます。あ、そういうことか。この状態でお前ボランチって言われてでパスが飛んできたりして、何できる、何できるってそれ何もできません。いやいや、パス来てそれを横にパスしたらできんちゃうの、はい、横は誰がいんの。いや、味方がおる方にこけったらええんちゃう。右サイド、まあ言ったら、ハーフがいますよね、はいはい、そいつにこうパッて出したらええんちゃう。そいつはあっち の, あの左サイドハーフにマークされてるから。ほんで、そいつも不安そうな顔してんねん。やめてやめて、頼りないな。中盤で頼りない、あ、取られてブワー攻められて、やばいやばいやばい、ほんで追いかけんねん。あ、やばいやばい、ビーもう前向いて、ほんでキーパーにもうええわ。もうええわさ、しかもそれボランチのせいなね、ボランチの後の前向くし、センターバックの方が目立つから、あっミスあっ、右サイドバックの方がダメですよー、そんな感じで、そんな感じでキーパーはずいから、うわー、こっち来なーってみんな思ってんの。そうやで、ディフェンスなんか。ディフェンスで、よし、じゃあディフェンスできるなんて思ってディフェンスするやつなんかおらんからな。うわ、うわ、やばい。常にやる。お前レベルの話やろ、それはでも。プロはそんなことないでしょ。いや、プロもそれはディフェンスでいいことなんかないから、ね、攻められてるってことやからな。やばい、やばい、やばいって思ってて、そら。裏にポーンって飛んで、センターバックが。うーん、かぶるって言うんですけど、かぶる、かぶってみ、ボールすごい空気になる、かぶるって、かぶるっていうね、あの飛んで届かんくて頭ギリギリでボールをしまって最低や、いやマジでヘディングで返そうとしたらめっちゃむずいから、そのようあるやん、まんまでボーンって上がったやつ、うん、こうやって、あ、やれやれ、あれむずいからな、見てるよりボーンって飛んだタイミングで、ボールのタイミングがちょっとずれてあの時すごい空気になるから、かぶるかぶる、ほんでセンターバックがかぶって終わりなわけよ、もう。そうだね、でもブワーって走られて簡単に決められる、あのおもちゃみたいに決められるピーン、でもキーパー空気悪い、それまでめっちゃ仲良かった友達やのにプロはそんなことないでしょ。プロはそんなこと、いや分かんない、それは絆あるでしょ、サムライジャパンとか。まあ、絆はもちろんありますけど、まあ、かぶったら知らんよ、それは。あんま見えひんな。いや、だからプロはすごいんですよ、だから。じゃあ、第1位。第1位。日本に分かれてる動画、はい、ついに第1位。はい。右サイドバックです。いや、分かった。分かった。これはだから。お前がやってたと思うやろ。お前がやってたと思うやろ。いや、これはまあ、俺もやってたし、もう全てのトータルを今までのトータルちょくちょく出てきてたを全部、もうまず右サイドバックもね、もうポーンってこう裏に出されることもめっちゃある、うん、
かぶりそうになった。そう、かぶりそう。ほんで右サイドバックがかぶるやん。とんでもない空気になる。だってそっからセンタリング上げられるから。もう終わりやん。うん、まあ、ほぼ終わりやな。もう、しかもめちゃくちゃダサい。右サイドバックがかぶって、で、右サイドバックがかぶるということは、うん、裏が開くということなんですね。ほんまや、行かれるやん。で、右サイドバックの裏が開いたら、右のセンターバックがフォーバックの場合ですけど、フォローに回るんですよ。ああ、なるほど、なるほど。はい。ほんで、この、一番だから、もうやばいのは、もう、ぐっちゃぐちゃなの、うん、もう、最悪のシナリオっていい。うん、ミッポーン、はい、右サイドバックんにゃおかぶります、ボール裏、はい、もう着地した時ね、失敗分かってるからすごいからお前お前もうほんまリアルなサッカー部その時に足裏走られてるからな、ポーンほんでもうこんなやばいって言って一応行かなかった、走るけど一応行かなかった、その時にはもうトキスのもう右のセンターバック対相手のあっちのウィングフォローに来てるんだな。でそれでセンターがグワー行きます、センターお願いと思いながら戻ってます。でセンターがうわーって言ったら力みすぎてシューン、股抜きされて、センターがゴロでセンタリング上げられる。やばいやば。ほんで右センターがそっちに行ってるってことは、あーどうマーク外れてるやつ2人ぐらいおるから、ほんまや。そうでうーんでゴロがもうゴール前でもう なって相手に上がった。そうほんでもうあっちはもうインサイドぐらいですね、インサイドぐらいでガーンって強めのゴロ でキーパーの股もすごい、股も行くようあるよ、キーパーの股、キーパーの股行く、キーパーってゴロの時ね、こうやってね、取れって言われるんですよ。はい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 。こうやって、また抜かない。そう、こうやって取れって言われるんだ。だから、これを忠実にやりすぎて、バーンって速い頃はね、この時にいかれんねん。ああ、後から締めた。この状態、えぐい。えぐいな。この、なんか持ってない。ピーピーって上になってくるよ。この状態、センターバックが、また抜かれた、右サイドバックはもう、すごいから。ほんで左サイドバックもフォワードとかがこんな顔やから、やばいやばいやばい、誰があるんですかそれ。かぶったサイドバック、また抜かれたセンターバック、また抜かれたキーパー、どうなんのそこのこれどうなん、地獄話し合い最後でもそういうことよ。でもまあそうよな、誰のミス、なんなん誰のミスっていうことよ、サッカーのエゴさ最悪や、最悪やろ、最悪だった、なんでも元はといえばフォワードが、あそうやな、前線で取られたから始まってることやのに、そうはならんねや、ゴール前だけ目立つから、結局お前らもさやる気ないよみたいに言われるわけよ。きついなそれ。だからもうサッカー部のディフェンスはほんまにかわいそう。もっと光当たってもいい、光当たっていい、ほんまかぶった時の空気とか股抜きとかで、前も言いましたけどボランチも、あのキーパーからもキーパーもないんですよ、もうパスコースがみんなも嫌がってんねん。いや最初のでもらうやん。ほんで右サイドバックなんか俺にくれちゃうんだ。いやディフェンスでそんなやつおらんやん。見てた漫画とちゃうな、なんか漫画なんか出てちゃう。あそう、俺にくれたってどうしたらええねんっていうないもん。やめろやサッカーボールってなんで嫌やん、ボール触るの。ちょお前分かってないんですよ、やってないから嫌 やねん。嫌なの、めっちゃ嫌、キーパーから。難しい処理やし。いや俺も上がってコーナーキックとか自分の攻撃やったらくれと思うで。なるほど。自分の一番危ない言ったらもう爆弾やん、あんな。取られたら終わりやん。あれサッカーボールじゃん、あれ爆弾やん最初は。たまにキーパーがさ、この最寄りのディフェンダーにゴロで出して、うん、3人ぐらいでこう回しながら、そうそうそう、うん、こう相手が一応形上来るんだ。そうあんな余裕なんでしょやっぱり。こういやあれがだからプロやからうまいから回ってるし、相手も本気で詰めてないのあれ実は、はい、あはいはい、プロ同士やから。なるほど。こんなん別にグーってガチのプレッシャーかけたところで、なるほど、まあ無理やって、だから体力温存してんねん要は、はいはいはい、でも素人なんかもう、うん、もうトラップしてもう相手なんか子供やから分からない、うわーってこれだから怖いでもその時爆弾の音聞こえてもチッ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 チ
キーパーに戻して、キーパーもうーで、左で、ボランチがグワーってくんねんけど、相手のマークで、無理やり出すけど、ボランチもうわーってなって、で、結局うわーってサイドに出す、相手のスローふーって出されて、じゃあ相手もこんな顔してスローインの前も出す、いやいや、相手も嫌なんや、いや、スローインなんか嫌や、全員嫌がってるやん、投げたのに、ほんまエグい、分かった分かった、あ、じゃあ1位は右サイドバックね、右サイドバック、あー、まあ、2日にわたって送りましたけど、はい、いや、伝わりましたね、結局、いや、これちょっとまたやらなあかん、このサッカー部、うん、ちょ共感できる人、ちょ探すわ、あくまで主観ね、そうですね。皆さん、高評価、そしてチャンネル登録お願いします。